ぱりコーヒーコーヒーって書いてある。早く早く何回目で起きるんだよ。みなさん、ヘジーおいなすよーぶぞー、キークンジョでーす。お願いしまーす。お願いします。昨日発表になりましたが、はい、4月19日、はい、火曜日の24時に、はい、ヘジーおい新曲のリリースが決定しました。イエーイ。タイトルはクリティカルシンキングです、はい、そして同じく今月の4月26日火曜日21時からオンラインライブエマージンス開催いたします。はい、うわー、オリジナル曲たくさん歌うのでぜひ遊びに来てください。はい、全編視聴無料です。おい、ということで昨年、はい、ポコピーとおめしすと一緒にグランピングに行きましたね。あー、行きました。めっちゃ楽しかった。楽しかった。で、お互いその時に企画を持ってって撮ったわけですけれども、はい、おめしすちゃんのチャンネルでプレゼント交換をしたじゃないですか。はいはいはい。で、その時に葵はポンポコちゃんのカニをもらったんですよ。あー、そうやったそうやった。じゃーん。うわ、届いたん。はい、来ました。やっと来ました。おー、期限ギリギリで危な注文しました。これ何ガニですか。これ何ガニですかね。なんかいろんなプランがあって一番なんかいっぱい入ってんのもらった。すごありがとう、ポンポコちゃん。ありがとうございます。ということで、はい、今日はポンポコちゃんにいただいたカニをいただきながらこちらの企画をやっていきたいと思います。企画名付けて、大嫌いなホラーゲームでもカニを剥いてれば怖くないんじゃないか説。あー、イエーイ。なるほどね、はい、カニを剥くとさ会話がなくなるとか、まあ、そうそうそう、集中しすぎて無言になるみたいなやつ。そうそうそう、やだからね。まあ怖くないかなって思うんですよ。あー、なるほどね。あー、じゃあ今日は剥きながら僕が横でホラーゲームをすると。そう、サクサク進めていただいて。わかりました。葵はもう無っていう感じですから、おそらくね。まあ、ただ多分本当にこう下を向いちゃうと画面が見えないやん。よくぞ聞いてくれました、はい、だから今日は下向いちゃうとモニターが見えなくなるので葵の身の周りは分配に分配を重ね、今ほぼモニターに囲まれている状態になっております。5万円も出さんでよかったやろ。はい、ということで今日やっていくゲームは閉店事件です。なるほど、最近人気のやつね。そう、ずっと避けてきたのに自分で持ってきたんや。なんでやる羽目になるんだ。自分で持ってきたんや。じゃあ始めからで、よーいスタート。カニカニ。さあ始まりました。イエーイ。あ、やば、あ、驚かない。バイトの時間過ぎてるっていうことでね。カニね、まだ見えてないから驚いて。車に乗らないと。車でバイト行くん。あ、お家か、これ。あ、いや、まだカニ見てないから。早ない。もう終わりやん。いや、正直で、青い、今までバイオとかもやってきたけどさ、いや、イヤホンをちょっとなんかサボったりしてたわけよ、つけずに。イヤホンつけるともそれだけで怖いからね。めちゃくちゃ早かったで、今。インの玄関タイプ。お、足。裸足。ちょっと、あ、カニ向かう。早ない、もう。あ、カニ向こうとしてるのにさ。めちゃくちゃビビってるやん。普通に面白そう、ゲームが。いや、もうちょっともうバイト遅れるから。え、じゃあ冷たーってめっちゃ凍って。冷たーって。パキッとこうハサミで割らなくても。車でアルバイトに行こうということで、多分車でアルバイトに行くということは大学生とかではないですね。パキッとこう真ん中から折ったら。駐車場かな。行けるはずなんですわ。うおー、パキッ、行かない、買った。あ、なんか鳴ってる、うん、うわ、なんか鳴ってる。ちょっと大きくの情報が見える。見て、めっちゃ、あー、ちょっとかけちゃう、冷たい、やばちょ、どうしよう。え、どういう状況、浮いてる。携帯拾った。めっちゃ綺麗だね、映像。車にね、乗りに、駐車場に。あ、違う入り口。え、すごい、なんか何これ、何の音。あ、なんかいんな。変な人ばっかりじゃん、このマンション。パキって折れない。ムキムキみっちゃんの動画見たのに。やば、何、どうしたの。あ、車乗れない。いや、なんか話しかけるんやろうな。で、こう押すって言ってた。あ、全然出てこない、凍っちゃってるから。ね、怖い顔。わ、すごい、爪のところ。すみません、すみません、はい、おお、面白い、首がもげそう。多分携帯やろ。あ、この人か。つまみ食い、うまーい。え、つまみ食いしてるやん。うまーい。いやいやいや、食ってるやん、もう。
なこれあれかん。さあ、ということで、どこしといた方がいいのかな。スターバックスみたいな写真撮って、あ、綺麗。カフェで働いてるんですよね。お、すご。あ、チラーズカフェ。わ、ちょっと菊の字ハサミ持ってくるべきだった。これカニ用のハサミないの。やっちゃったな。ハサミないと無理ちゃう。しかもね、ダイソーにね、カニむき売ってるんだよ。それさ、買おう。首。ねえ、もげそうじゃん。首。あ、チラーミーがいる。あー、好きなんだ。チラーズがいる。ほじくり用のさ、だからないからさ、カフェのなんかあのラテ混ぜるやつ、ね、細いやつあんじゃん。あれ、あれにしたわ。あー、それ買ってくる忘れたからってこと。最悪、ダイソーを裏切っちゃった。先輩の話しかけ、これ先輩ね、遅れてしまいました、すいません、謝れるのはいいことです。お前気をつけろよ、店長にチクるからな。いやー、優しいね。これからは気をつけます。気をつけるだけじゃ足りないんだよ。全然優しくないじゃん。めちゃくちゃねちっこいやつやね、こいつ。遅れないって言えよ。やだー、分かったから。もうやめるわ、そのバイト。はい、遅れません。あー、すごいカニ飛び散った、どうしよう。はい、おい、ちょっと心配。カニが飛びちゃい、飛びちゃい。あーあーあ、先輩、ホットじゃん。帰るやん。交代の時間に遅刻したから交代できんかったんや。あー、なるほどね。それは申し訳ないことした。牛乳を入れて、シロップを入れて、ココアパウダーをかけて、これ折っていいのかな。蓋をして、ここで折るのかな。おお、なんか骨が出てきた。オーダーステッカーっていうのがあるんだね。第二関節を、爪のところ、こっち爪の細いところを引っ張るようになった気がする。こう、あれ？うまくいかないんだけど。しばらく働いてんだけど、未だにオーダー取れない。無能なの。菊間ちゃんは無能なの、バイトで。怖くないかも、でも全然。うん、多分そんな怖くない。あ、いる。うわぁ、梅沢富美男さんみたいな人いる。いや、平泉せいだろ。チラーズコーヒーと言ったが、こういう洒落た店は初めてなんだ。絶対そんな声じゃないって。どうも落ち着かない。この店はなんか変だよな。うるせえよ、帰れ。カニ、カニ爪ちょっと綺麗に取れた。で、コーヒーだけど、ちょっとサービス精神でチョコソースを入れてあげて。めっちゃプッシュしてるじゃん。大丈夫なの、そんな入れて。うわ、食べたいけど、これ最後に写真撮るからさ、もうちょっと我慢するか。あー、そう、写真、そう、撮らないと。完成の、うわー、ちょっと音はびっくりする。あ、勝手にチョコソース入れたからラベルが貼れない。わー、ダメじゃん。爪が出てきた。あ、すごい。いや、もっとパキって腕でと思ったんだけどな。これコーヒーに注ぎ、蓋をしてあれ、ねえ、コーヒーとスチームミルクをそれぞれ持ってる。ちょっと全然全然ホラー要素ないんですけど。捨てる。そう、さっき捨ててって言ってたね。ちょ、ミルクピッチャーごと捨てるわ。牛乳も一回捨てる。ダメダメダメ。今牛乳大切なんだから。ちょっとピッチャーも飲みましょうって言ってんのに。行くのじゃ、バイトしたことあるの。あるよ。へー、結構いろいろやったよ。カフェ？カフェはない。まあそうだね、その感じだとカフェはなさそうだね。ちょっとホットカップにコーヒーコーヒーって書いてある。早く早く何回目で呼べんだよ。むずいむずい。あー、覚えられへん、覚えられへんで。キッズココア、かわいい。キッズココアやってない、お子様にしかやってないんですよ。ラストオーダー間際の滑り込み大量注文やばいやろ。覚えてない、聞いてなかった。え、なになになに。じゃあご注文繰り返します。あ、ハサミ欲しいな。お冷や4つ。あ、ちゃんと怖くないかも。全然いつもだったら音でビビってんのに、なんでだろう、不思議。そっか、閉店してからがスタートなのか。高校生じゃなかった今の子、ほら。確かに4人で白番乗って帰ってたで。え、カニだけで確かにって言っちゃった。見た目はおじさん、今もおじさん。
ストーカーの人だ。怪しいやつといえば、いたいた、いましたよ。携帯落としてるふりしてマンションにいました。高校生のふりして白番に乗って帰った4人組。そこじゃないよ。おとっと、待った、ちょっと待って、カニムクカニムク、ドア閉める、ドア閉める、カニムク、床を吐く、5、床を吐く、床を吐く、うわー、音が止まってからが本番じゃないか。それは怖くなかったわ、今もう日常のちゃんみおみたいなオーダーが来るかもしれん。うわー、今音で反応しちゃったよ。あ、でも見えないんですけど。あー、ちょっとカニムク、急げ急げ。うわ、これでもカニ向いてなかったらめっちゃ怖いと思う。あ、ついたついた。カニのおかげ。あ、なんかカニ様、カニ様、カニ様。いつもの青いだとは疑っている。もいつ怖いの出てくるかなって、それがない。あ、確かに。もういつもだって一歩進むごとに、そう、あーとかキャーとか言って、出てくる出てくるって言ってたのに。出てくる出てくる言ってた、言ってた。すごい。違う意味の怖さ。え、何？いや、働いてるところの写真撮られた。いや、これいるんちゃう？そろそろフードの人。さあ、物語が本番に差し掛かってまいりましたが、とりあえず今日も遅刻をしているので、走ってる、走ってる、急いで車に乗って職場に向かいたいと思います。はい、ということで、はい、剥き終わりました。はい、お疲れ様でした。カニを剥きながらホラーを見てみて思ったけど、はい、やっぱホラーゲームって先読みしちゃって勝手に怖くなるみたいなあるじゃん。これなんかこれ取ったら来んのかな、来るんじゃないかみたいな。そうそうそう、なんかそういう部分を他のところに集中してるから、その分は怖くなかった。ああ、なるほどね。ただやっぱもう来るって分かってんとか急に飛び出してくれ、やっぱダメだわ。めっちゃ怖かった。あのベビーカーおばさんとか。ただの人やのにな。めっちゃ怖かったね、あのおばちゃん。めちゃめちゃ理したな。ということで、はい、いただきまーす。いただきまーす。あ、では、あの、俺が触ってないところ、菊の字をせっかくだからあげるよ。あ、マジっすか。いいよ。やったー。うー、おいしい。うまっ。あ、ほら、このカニは最高だ。すごいね、あの、海直属の中が白、潮味が。海味が直属。すごい、美味しいね。うまいな。こんなにカニバクバク食べることなんかないから、めちゃくちゃ嬉しい。大好きだから、カニ。爪うまっ。ポンポコちゃん、ありがとう。ありがとうございました。めっちゃ嬉しかった。幸せ。これはすごい嬉しい。カニカマとはちゃうで。ということで、動画見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。みんなもカニ剥くとき、なんかホラーゲームやってみてね。確かに。バイバーイ。バイバーイ。うわー。お、ちょっと頭、最後頭が残ってるから。あー、出てくる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 。カニ、カニ。